嘉永7年西暦1854年の今日、品川お台場が3期完成しました。作った人はその頃の大砲作りの第一人者、江川太郎左衛門。お台場完成の前の年にペルリが来航したのを機会に作ることになったんですが、何しろ海の中に島を作るのと同じことですから大変な工事。費用75万両、人夫5000人、使った船が2000艘。最初は7基作るはずだったんですが、幕府の台所も火の車とあって3基作っただけで工事は中止。その上日本はアメリカと神奈川条約を結んだので使わずじまい。こうして多くの人手と費用をかけて作ったお台場は、今ではその名も港区品川第三台場。開けゆく東京港の施設拡張のためには邪魔であると、全く無用の長物となっていますが、当時の日本にとってもこのお台場が無用の長物で済んで本当に良かったですね。